中国人同士の絆より金か。わしは確かにお前にそう言うたな。せやけど死んだら、せっかく手にした金使えんやろが。ダホ。リーさん。リー、まだ終わっとらんで。 他にも佐川の手のもんが駆けつけてくるはずや。そいつはほっとけ。あんたを裏切った男やぞ。<笑>おい、どないしたんやり。このままほっといたらこいつ死んでまう。助けるいうんか。お前、誠を連れて早ここを出ろ。わしはこいつをジャンバラヤに連れて行かな。 後で合流する。お前は誠と一緒に保護司会館に行け。保護司会館？なんでや。誠を連れながら歩いて逃げきれんやろ。車がいる。保護司会館の前に店の車止めとるんや。何が起きてるの、リーさん。誠、すまんが、わしはリーのおっさんは後で合流する。 お前のことは俺が守っとる。急ぐで。すぐに他の追っ手が集まってくるんや。全部私のせい。ごめんなさい。私のせいだ。ごめんなさい。泣くことあらへんがな。お前は何も悪ない。誠を頼むで。分かっとる。行くで。 よし行くで。どこへ消えたんや。こっちや。
D さん、大丈夫かな?あのおっさんなら平気や。簡単にやられるような弾やないで。うん、そうだよね。 危ないから後ろにおれ。 怪我ないか。大丈夫。あなたは平気や。おい、リーさん。無事やったか。早かったな。あの闇医者。大丈夫や。仲間が見とる。それより車や。まだ追っ手が来るかもしれんねやろ。車はあれや。ちょ待っとれ。こっちや。 ひどいよ。なんで俺に嘘ついちゃうの。悲しいじゃん。俺にこんなことさせんなよ。 今度は俺もちゃんと約束守るつもりだったのによ。女殺したら島のんとこに戻してやるって約束したもんな。なのになんでこんな真似すんの。嘘つかれたらお前のこと助けてやれないよ。もう殺すしかなくなっちゃったよ。 でもいいよな。二人一緒に殺してあげるから。あ、なんだこれ。 誰や、お前。
桐生が抜けた堂島組では幹部の筆頭だった久瀬に代わり堂島組若頭補佐太平一家組長阿波の弘樹が新たに台頭していた阿波は橘不動産が持つ殻の一坪の情報を奪うべく桐生に橘の身柄を引き渡すよう迫る。 固くなに要求をのまない桐生に対し阿波の堂島組を挙げて包囲網を狭めていった。桐生は兄弟分である錦山の助けにより神室町を脱出するが、その錦山とも決別を余儀なくされる。東条界最強と言われる堂島組との対立が深まる中、 それでも神室町へと戻っていく桐生、そこには桐生の首を狙う強大な力とわずかな仲間とが待っているはずだった。 やんのか。
勘弁してください。もうしません。ちょっとお前、その顔が気に食わねえ。邪魔だ。
様、許してくれ。ジャリンジャリン稼ぐぜ。いらっしゃいませ。ありがとう。いらっしゃいませ。ありがとう。いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。 いらっしゃいませ。 女の子どうですか？謝りもなしか。ちょっと寄ってきません？ねえ、ちょっと寄ってって。どうですか？絶対満足させませんで。いたぞ！見つけたぜ。